いやすいませんあの記者の方は知らされるんですかい,やいろんな記者の方いらっしゃって局の方針でこれをやってないが聞,聞く場合にあのこう切り返されるに決まってるじゃないですかだから NHK 自体はそこを取り扱わない理由というのは現場の記者にまでそれこういう理由があるんだって知らされるんですかね知らされないんですねだったら質問すると困りますよね そうですよね。うん、なん僕も不思議なんですよねあの各局の方がいらっしゃってあのテレビ朝日のクルーの方は選挙の時に20時間一緒に行ったんですけど、うん、それ1秒も放送にならなかったんですけど <laughs> いやすごい長い手紙をもらってそれが飛んだ理由を書かれていて本当に申し訳ないっていうのがあってだから一人一人皆さん記者の方は一生懸命やられてるのにそれはもうなんか上の理由だけで。 一瞬にしてその、まあ、5分以上の部位がもうできてたんですってでもそれも流れなかったっていうのそれは申し訳なかったっていうすっごい長い文章で、えー、手紙をもらいました、ねえー、だから僕なんか初めて選挙やってますからあの代表がテレビの取材に答えるのにものすごくあの不機嫌だなーと僕は思うんですよ絶対使わないじゃないですかって言って必ず言うのがあこれを何回も経験したんだなとうう思いましたね。 あの現場の方々には罪は一切ないんですよ、うん、あの全部上が悪いんです、うんはい、自分の人生考えてね、欲しいなんです、はい、生ってええんかな、こんなこと。